見に行こう。役立たずは学園から追放するのに。おお、かっこよ、かっけえ、クソかっけえわ。めちゃくちゃかっこいいわ。めちゃくちゃかっこいい。引いてよかった。ちょれー、俺嬉しい。めちゃくちゃ笑顔やん。あー、ちょろいわ。うんざりする。こんな自分に。P って書いてある。はぁ、ピカピカしと、そういうこと？貫突するとピカピカすんのか。こんなお前、コラボ期間中はもちろんこれですよ。ハーフアニバーサリーは。もうピカピカですよ。あ、てか、ドロシー使ってみようぜ。特殊個体。特殊個体って何すればいいんだっけ？モダニアの倒し方あんま知らん。なんだっけ？最初コア狙うんだっけ？で、コアを壊せばいいんだっけ？コアを破壊する。ムービーはモダニアがアップになった瞬間スキップしてコアを破壊するよね。よし、行きます。ありがとう。羽やら、狙うかな。よし。OK し。いいね。いいよ。で、ここをかわすと。ほい。ほい。時間制限気にせんでいいの、マジでいいわ。うわ、かっこいい。ってかさ、もう、プリキュアやん。かっこよくね、モーション。モーションかっこよすぎるだろ、こいつ。メープルストーリーぐらいかっこいい。かっこよ。マジで演出かっこいいな。バースト入るのマジでかい。おい、グレンがミサイル狙いよる。おい、グレンがミサイルモード破壊しようとしとって。おい、グレン、バカ、本当に壊れるって。本当に壊れちゃう、ミサイルモード。やめて、壊れちゃう。やばい、壊れた。最悪やー。どうすればいい？変なミサイルが来よる。変なミサイルが無限に飛んでくる。おい、ずっと、おい、キモい。絶対にちょっと待った。あ、勝てそうや。よかった。ニヒリスター戦でボスのトラウマがもう、携帯が変わったら意味わからんことになると思っとるじゃん。いや、ドロシー火力やばいよ、多分こいつ。こいつ引いた方がいいよ、お前ら。出すぎ。支援型の火力じゃないわ。エッグ火力。支援型じゃないわ、マジで。全然支援型でぶっ壊れてるやん、こいつ。あ、お前ら引いた方がいいぞ。いや、もう何も残ってないって言っとやろ。お前らとんでもないもの忘れてない？俺があんなに回したってことは、ここがそうよね。俺のハイクオリティモールドが、ほら見ろ！おい、132個変えれるぞ。なんていいアプリなんだ。さらに引けます。ほらほら、君たち行きますよ。えい。気持ちいい！ブン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 。気持ちいい。ガチ気持ちいい、これ。えい。え、べべべ。お、ありがとう。でかっ。マジこれ。これ気持ちよすぎるだろ。あ、待った。俺74枚もあるわ、チケット。ちょっと、めちゃくちゃあるわ、チケット。めちゃくちゃあるわ。引きまーす。いいよ、もうこの後はどうでも。うわ、でっか、2体。レトロな。うわ、バイパー嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい、バイパー。おー、今だ。いいね。でかいわ。バイパーってさ、でもき、いや、スキンやばいのは知っとっちゃう。ください。強いん、バイパー。なんか弱くないのは知っとるけど、あ、どうし、監督した、無事。で、トツの進みがおかしい。やっぱ、この、すり抜けがやっぱ一番嬉しい。この、今日のドロシーでついてくる消費税みたいなおまけが、普通にでかい。マジで。普通にこれが嬉しいわ。あ、いい狙ってます。キャッチがさっきからでかいな。いや、マジゴリゴリ出るわ。ドロシーの穴埋めなのか知らんけど、ゴリゴリに出るわ。ゴリゴリに出るわ。ドレイクや。ドレイクばっかやな、今日。はぁ、いやぁ、祭りだったな、マジで。ハーフアニバーサリー、これでハーフなのマジやばいよな。1周年どうなっちゃうの？ 1 周年までにはやめような、マジで。このゲームじゃないと俺人生やめちゃう。あ、俺オバロいけるわ。てか、え、まずグレンでしょ。え、ちょっと、はい、オバロいけます。俺、そういえば誰ですか？オバロの最初って誰ですか？グレンですよね。僕グレンだと思ってるんですけど、オバロってグレンです。モダニアなの？
モダニアっぽいな、この感じ。グレンモダニア。え、でも俺無凸だよ。そう。で、グレン、アリーナも使えるくない？それでもモダニア。マジか。そうなんや。じゃあモダニアにするか。確かにモダニアからしよっかな。ね。え、この装備の改造ってやつを押せばいいとよね。これよね。これよね。これでいいと？いくよ。押すよ。押したらどうなると？うわぁ、なんか出てきた。いい？いい？いくよ。こん中からどれかがつく。マジメープルストーリーみたいな。で、当たりはどれ？命中率と最大数。弾数数、攻撃、命中。弾数、攻撃力増加か。上のここら辺か。ここら辺が出ればいいのか。怖ぁ、怖ぁ、怖ぁ、怖ぁ。いきますね。なんか終わってるわ、普通に多分。ね、終わってる。俺でも分かった、今。ガチでゴミっていうのやめろ！ややゴミくらいね。これどうすればいいとよ。そういうこと。もうやだ、メープルストーリーみたい。これ本当にやだ、キューブやん。俺これ知っとうわ。え、これさ、こっち厳選するよりも、おばの先進めたがよくね。グレンに1個使った方がよくね。シンプルにだってステータス上がるっしょ。そもそもこれ、オーバードにしたら。あ、待って、そうよね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 、わかるわかる、そうよね。あ、ダンソース、ああ、確かに、確かに、確かに。あ、こっちじゃ上がった。あ、もうゴミ、なんなんちさっきか、チャージダメージばっかり。死ねよ。同じやんけ。おい、死ねえゴミ。なあ、これゴミ。同じやんけ、さっき全く。見たよ。これ。ゴミじゃん。これさ、効果変えんのに何個いるの？これ押したらもう始まるとかないよね。いくよ。グレンの胴体もできるよ。グレンの胴体できる、これ。あ、てかさ、これをモダニアにつけるっていうのもありやけど。ね、こっち外してモダニアにつけたらよくね。ね、そうよね。俺も今、すごいこれに、それに気づいちゃった。よーし、頼むぜ、マジで。まあでもそういうもんないよな。モジュール、ねんだわ死ね終わってる、マジで。まあでも、だいぶステータス上がったじゃん。ならいいや。違うカード買ってくんのマジである。俺さ、昔ね、どうやっちゃおう。え、俺のクソおもろいソシャゲミスの話聞いてくれる？もうネタに消化するしかないけん。クソ笑えんけんさ、ちょっと聞いてくれ。俺がかつて人生でやった一番でかかったソシャゲミスは、俺かつてドラゴンポーカーっていうね、アプリをやっとったことがあって、そう、ドラゴンポーカーって、その今さ、ニケで11凸が苦しいみたいな話しとったやろ。ドラゴンポーカーって、俺その時、ドラゴンポーカーでも割と強かったっちゃね。強くて、そ、なんか、まあ、PVP 大好きやけん、俺。まあ、PVP やっとったっちゃけど、PVP やる上で強くなるために必要なカードが1枚あって、それがクリスマス限定のサンタっていうカードなんよね。で、そ、クリスマス限定やし、そ、クリスマスピックアップも18体ぐらいおるっちゃう。確率クソ渋いっちゃうね。そ、で、その、そっから確かね、30枚ぐらい抜かないかんくて。そう、その時に、俺ね、iTunes カード50万円分買ったっちゃうね。で、そう、入れようと思って、こう、一枚一枚ね、こう、コードを回収していこうとしたら、一枚目でエラーが出たっちゃう。はって。いや、あと4、あとまだめちゃくちゃあるけど、と思って。あと49枚あるけど、何これと思って。え、みたいな。なんで一枚目でエラー入ったと？と思って、ペッて見たら、甘ギフやった。やばくない俺。甘ギフ俺、甘ギフ50万円分、YouTuber やん。バリやばくない？俺、その後、そのコンビニに、もっかい50万円分買いに行ったけんね。瞬間、激なえしながら。クソ焦った。俺、マジで、頭冷たくなったもんね。パッて、ひっくり返って、アマゾンって、ニコーアマゾンのニッコリマーク見たとき、軽く目の前暗くなったもん。頭冷た。頭冷て。死ぬかと思った、マジあれ。